ここに出演メンバー全員ゲージに出てきてもらいましょう。お願いします。さあ今日は残念ながらね、試合は中止となってしまいましたが、本当にこんな雨の中たくさんの方にお集まりいただきました。さあ全メンバー出てきてください。さあ本日はクラスメンバー、そして OG メンバー、こんなにたくさん集まってくれました。この日のためにいっぱいね、OG メンバーも練習に参加してくれました。さあそれではここで、せっかくなのでね、この OG メンバーが集まったところで歴代の M スプラッシュリーダーから一言ずつご挨拶をもらいたいと思います。まずはかおりちゃん、お願いします。皆さんこんにちは、M スプラッシュ OG のかおりです。はじめましての方も、久しぶりの方もどうもこんにちは。2005年から2008年まで4年間在籍していて、2007年にリーダーを務めさせていただきました。で今日は OG 勢ぞろいでとっても楽しみにしてきたんですけれども、あいにくのお天気ということでちょっと私たちも残念なんですが、このステージで楽しんでいってもらえればと思います。はい、はい、どうも香里でした。ありがとうございました、香里さん。はい、では続きまして今度はみなこいきましょう。はい、皆さん今日は雨の中お集まりいただいて本当に本当にありがとうございます。私は2007年 M スプラッシュになりました。2008年、リーダーとして務めさせていただきました。で2008年はですね、平日がなんと M スプラッシュ8人体制でした。とても少ない人数で、今とメンバーはそんなに人数は変わらないんですが、やはり8人ということで、チームがやっぱりコミュニケーションが取りづらい年でもありました。でもやっぱりそこを香里ちゃん、ミトちゃん、ね、いっぱいみんなに支えられて1シーズンを終えた年でもありました。ね、なので、こうやってムスプラッシュが今皆さんみたいに賞を集まってくださる人の前で踊れることを本当に幸せに思っています。これからもチームは続いていくと思いますので、また応援よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。はい、みなこでした。では続いてヒトさん、お願いします。皆さんこんにちは、 M スプラッシュ2009年2010年リーダーをやってましたひとみです。今日は本当にご来場ありがとうございます。この2日間は、M スプラッシュの歴史を肌で感じた2日間だなと本当に思いました。そして近い将来、MGA の出演者のみんなが現役のメンバーとして、そしてここにステージに立っているみんなが、OG としてまた共演できればなと、本当にいいなと思いました。本当2日間ありがとうございました。はい、ドミンでした。ではエリナ、お願いします。はい、私は2010年に M スプラッシュに入って11年と、今シーズンとリーダーをやらせていただいてますが、こんなにもたくさん の OG の方がいらしてくれて、本当に本当に M スプラッシュってこんなに歴史が深いんだなと改めて感じました。そしてこれからもこんなに M スプラッシュの仲間たちがたくさんいるので、それをちょっと背中にこう力として変えて、これからも今シーズンしっかりとみんなで乗り切っていきたいなと思っています。これからもマリーンズの応援、そして M スプラッシュの応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。さあそれではエリナ、せっかくなのでこのメンバーでラスト1曲お願いしてもいいですか。は